西さん、コーヒー牛乳の休江戸爆鳥のエピソードがあって教えてください。コーヒー牛乳の休江戸は基本爆鳥エピソードだらけですけどね、もうだいぶ前なんですけど、やっぱ台風の2日後ぐらいだったかな、ひとちゃん濁りの、再干潮からの明日から潮まりんで日中引くじゃないですか。そこからの上げ潮がいいと思います。その上げ潮で多分ね、20頭で70アップ14本つったようなことがありましたね。それをなんか新聞だったか、当時のルアー情報、もうワンキャストワンヒットみたいな感じで、釣れないキャストもたまに1頭ぐらい混ざるけど、ほぼワンキャストワンバイトで、全部70オーバーでしたね。そういう釣りをやれる数少ないチャンスがこういう雨台風の後の雨量によるんですけど、ちょうどいいね、その濁り取れたタイミングですよね。で、反対に今度濁ってた場合ですね。濁ってた場合は、今度視覚が、スズキも当然使えないです。だから体の側線で水の動きを感知してるんですが、これはね、かなりびっくりで、もう人間の想像を超えた以上に、魚類の側線、スズキもそうだけど、魚類の側線による空間感知能力は、人間で言えばレーダーとソナー積んでるようなもんだと思ってください。目がなくてもほぼ見れる。で、東京湾は、スズキ釣りリリースが定着してるんだけど、まあ、やっぱファールフックで目玉がね、やられちゃって、目が見えなくなっちゃってるスズキを釣っちゃうってこともね、東京湾はたまにあるんだけれども、両目が見えてなくても普通にルアーを送ってくるっていう、そういうスズキもやっぱり10回ぐらいかな釣ったことあるし、まあ、片目ぐらいだったらね、まあ、月1本ぐらいやっぱなんだかんだ釣っちゃうぐらいなんで、その点はね、やっぱシングルフックが普及したらいいんだろうなって思うわけですが、まあ、スズキはね、全然目が見えなくても濁ってる水の中でルアーを見つけてちゃんと食ってきます。で、その時のコツがやっぱり一つ波動を出すってことですね。波動っていうのは引き抵抗、水を大きく動かす、シュルシュルシュルってゆっくりくるルアーじゃなくて、ブリブリブリって引き抵抗強いルアーを動かした方が濁ってる水の時は強いです。断然強い。それからもう一つは音です。泳ぐ時に静かなルアーよりガチガチいったり、どんなルアーでもね、針をトレブルフック使うと、針とボディが当たるんで、フックマークってこうできるじゃない。あれができる数だけカチカチになってるんで、無音のルアーって基本シングルフックのジグヘッドのワーム以外ほとんどないかなと思うんですが、ハードプラグなんかだとカチカチ出したり、ラトルでゴトゴトさせたりして、音を出すことで側線を刺激して呼ぶ。ですね。で、もう一つはですね、ジャーキングです。で、ジャーキングもパンパン飛んでるんですが、実はですね、特に自分が監修してるルアーは、ジャーキングする時にバーンってテンション入れた時に、いきなり急激に引っ張られた時にウェイトが一回後ろに行くように作ってるんですね。邪道の兄さんとかブロイ140とかスーさんもそうだね。自分が関わってジャーキングする時の一つのコツが、要は投げるためにこう上に開けただけでウェイトが落ちるってことと、ジャーキングでこうバンってした時、ウェイトが一回後ろに全部行くで行って、今度リップでつんのめた時にウェイトが戻る。そうすると、この音がね、基本必ずジャーキングでしてるんですよ。僕が関わるジャーキング系のルアー、そういう音がしてるんで、やっぱり音で誘ってる量が絶対大きいんじゃないかと思います。他社さんのは知らんけど、結構自分がかかるルアーはウェイトが動きやすい、外れやすくしてるんで、他社さんのは動かないがために針の音とか、このラトロンのガッチャガチャはしてないのかなっていうのが印象ですね。これ超企業秘密だったかもしれない。達郎にめっちゃ怒られるかもしれない。まあまあいいんじゃないかな。雨跡の運河の上げ下げの流れはどう影響出ますか？まあ、雨の影響なしに運河の上げ下げで流れができるんですけど、流れはありますよね。まあ、ワンオクに限って言えば、川の水が増水するんですね、雨の後。そうすると、例えば東雲運河だと、基本的には下げ潮が流れるときは荒川の水が強く流れるんですね。だから東から西に流れるとか、それぞれの特性があるので、まあ、それは多分1回でも現場行けば分かると思うので、下げ潮の時は東から西に流れる、例えば東雲運河だったら東から西に流れるのが、雨が降ると川の勢いが増すんで、もっとより強く流れるんですね。だからそういうな強く流れる時にチャンスがあるような地合いの作り方もあるし、一方で上げ潮だと、普段だと逆に流れるんだけど、川から押してくる流れがどうしてもあるので、あまり流れないっていうふうになるんですね。そういう時に、まあ、ゴミなんかがガシャッとぶつかって、普段だと全然
まああんまりやってる人がいないような運河の奥の方とかまで、なんだろうな、水が押し込むっていうのかな、ゴミが押し込んでくるんですよね。そういったゴミの外側に稲っこなんかがついてて、まあ多分明日の日中から誰も普段やってないようなところの運河に稲っこが結構いるんじゃないかと思います。でそれに昔はめちゃくちゃスズキがついてたんですけど、最近は全然ついていないんですけど、でもついてはいますね。川の、まあ、流れ、まあ、川をね攻略するためには流れを攻略するんですけど、まあ、当然上げ潮と下げ潮っていう、潮位で動く流れ、それから、川本来っていうのは山から海に注ぐ流れがありますので、その2つの要素をしっかり見極めることが大事です。今はですね3日前にかなり大きな台風が来まして、どっかり雨が降った状態で、そういう時は、今満潮なんですけれども、川の本来の2番目にいった川の水量がとっても増水してる時期なんですね。でそうすると上げ潮は効かなくて下げ潮がしっかり効くっていうような状況です。で3日目なので水量も落ち着いてきて、だけどもう満潮段階から結構もう流れは流れてますね。でその流れてる時にレンジの流れっていうのも意識してほしいんですけど、今はですね表層、人間表層しか見えないですね。でルアー引くと中層と、ボトム、低層の流れも把握できるようになりますが、一番速い流れがどこなのか、でそこが一番速いっていうのはめったにないです。中層が速いのか表層が速いのか、そこを見極めることがルアーのレンジ選ぶときすごい大事で、で今日はですねもうその北風、川の真水、それからこれから下げ潮始まる態度で、もう表層ほど潮が速い状態ができるんですね。っていうかもうできてます。できてる証拠がこのベイト、水面跳ねるベイトはもう表層に確実に、プランクトンとか、このベイトも餌を食べに来てるわけですけど、まあ、そういう流れが出やすい状態ですね、表層のね。A ゲームに関してはこうベイトが溜まる要素って2つあって、1つは流れのたるみですね。今はこう右から左にシューッとまだ台風で出たゴミが流れてますけど、それがこう巻き返してここは大きなワンド状というか隣の川からの合流点なんですけど、流れが淀むとこ、そういったところにベイトが溜まりやすいのと、それから地形ですね、地形的にここはちょっと浅く馬乗せになっている場所です。だからすごく魚がつきやすい、でこういった場所で流れに合わせてちょっとやってみたいと思います。で、まあ、最初はねもう本当にお好きなルアー投げてもらえればと思います。あ、もう来ちゃった一投目でしたね。やばい、テール一本だもん。よいしょ。ルアーの流れで、まあ、レンジで速い流れを見つけていく作業をしようかなと思って、だけど、まあ、ベイトが固まってるゾーンの外側ですよね、はい、まあ、こんな感じ